おそらくは皆様方の中にも必ずや少し、たとえ少しであろうとも他の人の不幸を見てそれを喜ぶ気持ちがあるでしょう。ゼロとは言わせません。必ず他の人々の不幸を見て、失敗を見て、それを見て喜ぶ気持ち、ほっとする気持ちがあるでしょう。それが実は地獄霊との接点なんです。この他の人の不幸や失敗を見て喜ぶ気持ち、この気持ちのところに地獄から来て縄ばしごをかけて這い上がってくるものがあるんです。